ゆき、ゆき、ゆき、そろそろ起きなさい。お母さん。もう、相馬もとっくに起きてるわ。あなたも、お姉さんになったんだから、しっかりしないと。そうだ。私、弟ができたんだった。あの頃は、毎日思ってたな。相馬が早く大きくなって、喋れるようにならないかなって。そろそろ、遊園地も閉まる時間よ。アキラとお父さんが駐車場から、車を出して迎えに来るわ。だから、起きなさいって。嫌よ。だって、起きたら今日が終わってしまう。あの時、本当は起きてたけど、しばらく私、寝たふりをしてたの。半年ぶりにお休みが取れたお父さんと、1歳になった相馬を抱っこしたお母さんと、私たち家族を守ってくれる SP のアキラと、生まれて初めてみんなで遊園地に行ったあの日、とてもとても楽しかったから。目を開けたらお母さんと迎えにやってきたアキラが優しく笑って私を見てた。遊園地はとっくに夜になってて、空には満天の星空と流れ星が。お待たせしました。ユキさんもお目覚めですか？ええ、やっと起きてくれたわね。さあ、うちに帰りましょう。ユキ、僕の声が聞こえる？今は眠っているといい。会いに行くから。おい、起きろ、ユキ。しっかりしろ。ユキ。タクヤ。気づいたか？大丈夫か？いくら呼びかけても起きなかったが。まさかコアに触れた影響が。ううん、大丈夫。少し疲れただけよ。そうか、ユキ、悪いが、まだ戦わなきゃならない。え？さっきから追われてる。スクーターを飛ばして逃れたが、追いつかれるのは時間の問題だ。詳しくは走りながら話すぞ。追われてる？一体誰に？わからない。魂が突然襲ってきた。そんな、だってロストは消滅したはず。やばい、追いつかれた。もう少し、もう少しで会える。どうした？頭が痛い。またか。全然大丈夫じゃないな。大丈夫よ。私、戦う。だって私は幸せな未来を絶対に掴むんだから。そのためにここまで走ってきたのよ。これくらい。ああ、俺たちは未来を掴む。普通の生活にユキを送り届けるんだ。取った。っよし、やっ、えい、はっ。簡単だったね。
さっきから木の属性のやつばっかりだな。ええ、誰かはわからないけど、呼び出している敵もきっと同じ属性ね。つまり火属性が弱点ってことか。えい、お願い。簡単だったね。くそ、まだ魂を送ってきやがる。呼び出しているやつは相当な力の持ち主だ。ユキ、おい、ユキ、集中しろ、敵が来るぞ。楽勝だな。しまった、力が入らねえ。タクヤ、血が出てる。くそ、あいつ魂に俺を狙わせてきやがった。こんなこと初めてだ。油断したぜ。私がしっかりしてなかったから。いつもカバーしながら戦ってたのに、本当にごめんなさい。このくらい大丈夫さ。俺がお前を助けてやる。さて、次のシーンはどうかしら。また出やがった。だが呼び出してるやつじゃない。いた、見えたよ。ユキ、もうすぐでそこに着く。ああ、また声が。声、ユキ、痛い。ユキ、くそ、俺も血を流しすぎた。目がかすんできやがったぜ。くそ、お願い。よっしゃ、取った、よし、取った。これでどうだ。みなさん、落ちるか。いくせ、お願い、いくせ、楽勝だな。捕らえた。雪、大丈夫か。先を急ごう。